マティアス・ツールブリッケン・モンテモーロ峠、マティアス・ツールブリッケンは、スイスの登山家、ザースフェイ出身、19世紀の偉大な登山家の一人である。アルプスをはじめ南アメリカ、ヒマラヤ、ニュージーランドの山にも登った。かなりの数の初登頂を行ったが、最も知られているのは、南北アメリカの最高峰アコンタグアの初登頂であり、エドワード・フィッツ・ジェロルドに率いられた。 探検の間の1897年1月14日に一人で登庁した。同体験中には、イギリス人のスチュアート・バインズと共に、トゥ・ブンガート・さんの初登庁も行っている。ニュージーランドの青キマウント・クックにあるツール・ブリッケン理事は、彼の名前にちなむ。1895年3月14日、ツール・ブリッケンがこの尾根を初登庁し、 その過程でこの山の2番目の登頂と初の単独登頂を行った。マウントクックの初登頂を逃した。マウントクックの初登頂は、初登頂が外国人に達成されることを防ぐことを決定したニュージーランド人のパーティーにより1894年のクリスマスに達成されている。その後の人生では財産が減少した。 最後の10年間は母国で不老者として過ごし、1917年ジェノバで首を吊っているのが発見されたが、明らかな自殺であった。ありがとうございます。